次に中島克人君。中島君。みんなの党の中島克人です。本日公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金法の一部を改正する法律案に対する質疑で、5月10日に本会議、私もさせていただきましたが、で先週の金曜日と今日と、今日も朝からということで、大臣も副大臣も大変お疲れだと思いますけれど、私の本会議での質問、追加みたいな感じと、で今日さまざまな委員の方々、いろんなパターンもありながら、議論も尽くされておりますので、総論的な意味合いと、それに関わる社会保障の問題、その辺のことを私にも少しお時間をいただければと思います。言うまでもなく超高齢化社会となった我が国において、その厚生年金基金自体、その役割と、企業年金制度の将来像について、本会議でも安倍総理に、お尋ねをしました。で大行割れ問題の早期解決を図るとともに、厚生年金制度を全体として縮小していくと、安倍総理も答弁をされて、何日間かの、質疑の中でもそのような答弁となっております。確認の意味も含めまして、厚生年金基金で大行割れをして非常にもう解散したくてもできないと、今回の法案、それを救済するためのということはもう認識した上で、で一部1割の健全な基金に対してですね、その役割は終わっておらず今後も継続されるということになっておりますが、そういう意味でこういう代行部分を含む厚生年金基金、これから超高齢化社会、さらにこのピークはもっと先にあるわけですが、退職後の社会保障という意味も含めまして、こういった制度自体本当にこの、もう役割は終わったということなのか、それとも、健全にうまくやっているところであれば、これは、これからの高齢化社会の中でまだ役割はあるということなのか、その辺についてお考えを聞かせてください。田村厚生労働大臣。企業年金という意味ではですね、これは役割はあるわけでありまして、企業年金がなくなればいいとは我々思っておりません。もちろん基礎的な生活の中においての一定の収入という意味では厚生年金本体の部分である程度賄っていただけるというふうに思ってますけれども、現役時代の生活の質というのがそれぞれあるわけでありまして、そういうものをいかに落とさずに維持していくかということを考えた場合にですね、それぞれの企業で企業年金というものがある。またそれは一部では退職給付の肩代わりみたいな部分もあるんであろうと思います。ですから企業年金という意味ではまだか今からさらにその役割というものは大きなものがあるというふうに思います。そこで DB であるとか DC、 要するに確定給付型の企業年金でありますとか、確定拠出型の企業年金、いろんなものがあるわけでありまして、そういうものをうまくそれぞれのご判断で選択をしていただきながらですね、企業と連携してですね、このような企業年金、3階部分というものをしっかりと確保していただきながら生活の質を維持していただきたいと、こういうふうに思うわけでありますが、この厚生年金基金に関して申し上げれば、その先駆けであったようなところがあるわけであります。で、初めはですね、やはりもうそれはいろいろありました。厚生年金の給付を厚くするために掛け金を上げなきゃいけないとか、いろんな理由があったわけでありますけれども、いずれにしてもスタート時にはそれなりにスケールメリットがないとですね、やはりしっかりと運用利回りが出ていかないというような、特に運用利回りがそれなりに稼げた時代でありますから、そういう意味からいたしますと、スケールメリットがあるだけのですね、資産を持った方が3階部分が厚くなるということもございまして、このような形で代行部分といいますか、これを確保しながらですね、運用を回すというようなやり方であったと。ところが、低成長時代、運用がなかなか出ない、こういう時代がやってくる、特にリーマンショックだとか、いろんなですね、予想ができないような金融不安、いろんなことが起こる中において、大企業等々の、厚生年金基金はもうすでにやめた方がいいであろうというので、多くが解散をしていかれました。その中で総合型と言われるような中小零細が入っておられる、また産業的に産業別と言いますかね、そういうようなところが残ったというところがありまして、そういうところの多くが
代行割れ、つまり運用利回りが出ない、しかし 5.5% というですね、約束は果たさなきゃいけないというような中でですね、これを改正しようにも、規約でですね、一定程度の方々の賛成がなければ規約改正ができない、等々のいろんな理由があってですね、これがうまく財政再建といいますかね、財政状況を改善できなかったという状況の中で、かといっても解散といっても、連帯債務があったら、先ほど申し上げましたけれども、そもそも解散手続きして解散したら、周りの仲間たちがどん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 倒産をしていくと。その倒産していくところの負債がですね、債務がそのまま、年金債務ですよね、基金の。これがキャリーオーバーのように自分のところに来るということになれば、次から次へとその重みに倒れていって、最後の一社まで行ってしまうなんて話になると、そもそも返していただく、この代行部分に、既存が生じるわけでございますから、そういうこともですね、やはり改善しなきゃいけないということで、今回ですね、解散しやすいようにということも含めて、そしてちゃんと厚生年金の原資が返ってきやすいようにということも含めて、連帯債務というものを外すなり、他にもいくつかあるんですけれども、そういうような施策を講じてですね、もうそろそろ解散をされた方がいいんじゃないですかというような法律を提出してさせていただいたわけであります。なお、先ほど言っております通り、しかしながら約束通りちゃんやってるところを初めてで、財政的にですね、まだそこまでの不安がないところに関しましては、いきなり国が作った制度を国が潰すということになりますと、これは不合理であろうということもございまして、こういうものに関しては不足で残すということを決めさせていただいたということでございまして、今回の法律を出させていただく経緯というものがこういう理由であったということをご説明させていただきました。委員長、中島君。ご答弁の中から企業年金自体は、これから迎える超高齢、高齢化の社会の中で社会保障の一環として、必要、むしろ国として進めていかなければならないと、そういう認識の中で、先ほども申し上げましたように今法案に関してはその救済、したくてもできない、でもうすでにもう危なっかしいというところに関して、解散しやすくする、もしくは、その後のことも継続してやっていけるように、BDB も含めて他の企業年金へ移行しやすくすると、そういう意味では非常に理解をしているつもりです。で、また一方でその本会議の時にも、代行部分のない他の企業年金については企業や個人の自助努力による私的年金を充実させる観点から柔軟で多様な設計ができるよう規制緩和などを進めていきたいと、安倍総理も答弁されておりました。具体的にその規制緩和ってどういう意味なのか、で、柔軟な多様な設計とは具体的にどのようなことを示しているのかお答えください。長谷川大臣。はい、今回の法案では上乗せ資産を保有している基金について、当該資産を他の企業年金に移行して上乗せ給付を続けやすくするための支援措置を盛り込んでいるところであります。それが今規制緩和という言葉で表現をされたわけでありますが、具体的には基金解散後にですね、事業所単位で既存の確定給付企業年金あるいは中大金、中小企業退職共済に残余財産を移管できるそのための税制上の特例を講じる、これは法律で、行いたいと思っておりますが、行っているわけでありますが、今後ですね、それ以外に今後政省令においてより簡易な手続き等で設立できる確定給付企業年金の導入でありますとか、あるいは確定拠出年金に移行する場合の規制緩和、積立基準などの規制緩和などを行う予定でございます。こうした取り組みを進めていきたいと思います。中島君。他の企業年金へ移行するための、規制を緩和していくっていう、意味ということでよろしいですね。で、多様な設計というのは、これから迎える時代に沿って、その企業年金のあり方、また設計をきちんとやっていく、それを進めていくという理解でよろしいですね。はい、わかりました。で、そもそもやっぱり1階の部分、2階の部分を含めた公的年金とその企業に働く方々、一般の方々ですが、3階の部分ですね、何度も言うようですが、やはりこれから迎える時代、非常に大事な部分、世界の、年金制度を見ていてもそこを非常に重要視している。むしろ企業年金自体をしっかりと確立するということが、これから備えとして非常に大事な部分だと。
まあ、そういう認識の中で今後の公的年金と企業年金の役割分担ですね、まあ、どう整理していくつもりなのか、でもしこれから整理するということであればですね、まあ、順番逆なんじゃないかと、で、まあ、今回厚生年金基金、そこで関わっている方たちもおられると。で今までやはり厚生労働省は先ほども答弁にございましたように、この厚生年金基金自体もともと国が関与して、進めてきたわけですよね。である一定期間規制も緩和して、まあ、今の、まあ、これから規制緩和して企業年金というような意味合いも含めながらやってきたという背景がある中で、まあ、順番が逆のような気がするんですが、いかがでしょう。田村厚生労働大臣。やっぱり企業年金大変重要だというのは先ほど申し上げたとおりでございまして、すでにですね、確定給付型の企業年金に関しましては800万人の方々が、これにですね、まあ、加入いただく。また確定拠出型が420万人と合わせて1220万人以上の方々がこのような形で企業年金という形に加入をいただいておるわけであります。で問題はですね、確定給付型企業年金というのはちょっと怖いところがありまして、要は給付が一定でありますから、まあ、運用割れ等々するとですね、企業がその分を追っていかなきゃいけないということで、企業がですね、その空いた部分を、まあ、債務を負わなきゃいけないわけですよね。これは一定のルールの下で、企業にしてみればそれは非常にリスクがあるということでございますから、そこをまあ何とか考えてほしいと。まあ、一方で確定拠出型はこれはもう拠出によってあとはどう運用利回りするかはそれぞれのご本人がですね、一定の知識を持って、まあ信託等々と相談をいただきながらですね、どうするかということをお決めをいただくわけでありますから。ただしご本人が運用失敗等々される、もしくは関心がなかったりしますと、思ったような利回りが出ずにですね、結果的に年金をもらえるときになったときに、こんなものだったのと、もっとだと思ってたのになんていう問題がありますから、そこのところのご理解というものもしっかりいただかなきゃいけないという、そのような問題点もあるわけであります。で、まあ、確定給付型に関しましてはですね、まあ、先ほど言いましたように、穴が開いた場合どうするんだというような、そういう恐ろしいところもありますので、キャッシュバランスプランという制度を導入をいたしております。これはですね、一定程度は確かに運用利回り出すんです、確定給付的なところで。しかしもう一方のところはですね、国債の例えば運用利回りに連動するなどというような形で、うまくバランスを取りながらですね、リスクの方も分散しよう。これはまあ企業側のリスクなんですけれども、そういうような制度でございまして、とにかくまあ長期的にですね、安定して将来に向かってちゃんと年金、これは企業年金でありますけれども、こういうものが確保できるようにですね、まあ、いろんな今までですね、改正等々はやってきておるわけでございまして、まあ、これからもですね、とにかく将来のそれぞれの皆様方の人生設計という意味からすれば、先ほども申し上げましたけれども、厚生年金2回分までだけではなかなか自分たちの現役時代の生活、ましてや先ほど来ずっと民主党とも議論しておりましたけれども、やっぱり今の世代の方々、年金世代の方々の方が、さ、得は得でございますので、だん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 今よりかは、所得代替率という、まあ、現役時代の平均賃金に対して、どれぐらいの年金がもらえるかという率でありますけれども、これは下がっていきますので、まあ、50% というルールは我々守るという話はしているんですけれども、まあ、こういうふうな中においてですね、その部分をやはりそれぞれの自助努力、企業と協力する中においてですね、自助努力をしていただいて、まあ、このような形、まあ、そういう意味では、ご本人がマッチング拠出なんてことでですね、確定拠出型の企業年金に関しては本人も出せる、また上限額をこう上げるなんてこともやってきておるわけでありまして、それぞれご努力をしていただく中におきまして、将来の人生設計というものをお作りをいただきたいという意味で、この企業年金を育ててまいりたいなというふうに思っておるような次第であります。中島君。やはりですね、明確なビジョンですね。で、いろいろさまざまなシステムの中で、まあ、先ほども申し上げましたように、数十年前には厚生年金基金はこれがいいということで国もお勧めになったと。で、要するにその、まあ、大きな企業はいいんですよね。で、中小企業、今回の厚生年金基金でも非常にこう今までこう一生懸命それを運用しようとしてきたやっぱり中小企業の部分だと思うんですね。まあ、そういう方たちにとって、まあ、今先ほど言ったように BD とか DC とか、まあ、そういうものに移行をというふうな、まあ、進め方、移行しやすくなっている、まあ、これこと自体はいいんですが、本当にじゃあ
この先ですね、それでいいのかどうか、また同じようなことが繰り返されるんじゃないかっていうことも危惧されるんですね。まあ、先ほどから、まあ午前中、まあ何日間かもこれから抜本的なとか、まあ、いろんな論議がある中で、やはりその企業年金自体はこれから迎える時代非常に大事だというこう認識の中で、やはりその中小企業の方々にですね、しっかりとその3階部分を確保するためのまあ、その方針というか、いや明確なビジョンというのをですね、やはりはっきりと示さないと、やはり今回厚生年金基金も結果的にはこういうことになってしまっているわけなので、3階部分を充実させるために、やはり厚生労働省、しっかりと国のビジョンを示していただきたいと。で、今までやはり、それをなんとかやっていこうとして来られた方々、まあ、職員の方々も含めてですね、まあ、やはり説明も非常に大事な部分だと思いますし、これも本会議の時に、質疑において、まあ、総理から厚生年金基金の解散に伴い、基金職員が職を失うことに対して、総理は従来同様各基金や母体企業において対応いただけるものだと考えているというふうに答弁されました。まあ、率直な印象としまして、ちょっと冷たいなという印象を受けたんですね。国の方針で実質的にこう廃止に持っていくんであればですね、職員の雇用確保も国が方針を示さなければ、解散事務を含めたですね、実務にも支障を来すんじゃないかと、まあ、そういったことも、印象として受けました。まあ、雇用を所管する厚生労働省、まあ、その辺についてどういうふうに考えておられるか。香取年金局長。各基金で働いておられる方々の雇用の問題でございますが、基金で働いておられる、まあ、職員の方の数なんですが、今残っている基金、代行返上を除いて今残っている基金が562あるんですが、全体で2000名弱ぐらいの方になります。で、いわゆる代行割れしている基金で700で、まあ、いわゆる予備軍と言われている 1.5 下回っているところが、1000人ぐらいで、健全基金が200名程度なんですが、まあまあ、もちろん基金より大小はありますけれども、まあ、大体基金各基金で、まあ、数名からも多いところでも10名、まあ、大体それぐらいのオーダーで各基金ごとに、まあこういった方々の雇用の問題をお考えいただくということになります。で、やはり雇用の問題については、基金は設立のプロセスでやっぱりそれぞれ任意で設立していますし、実際の雇用も、あるいは基金自体の性格も民間のものですので、直接雇用について、まあ、これは総理の答弁の繰り返しになりますが、国が個別の、まあ、雇用について、何がしかその、まあ、何と言いますか、斡旋をする、介入をすると、直接的に行うということはなかなか難しいということだと思います。もちろんハローワークその他我々もいろんな雇用の支援対策を持っておりますので、そういったものを活用しながら、対応を申し上げるということはありますが、まあ、特別に何がしかのことを行うというのは、やはりこれまでの基金の解散でもそういうことは、まあ、制度的には対応してきておりませんので、なかなか難しいかなと。で、まあ、基本的には5年間の移行期間の中で全体、まあ、資産をどう畳んでいく、基金全体の、まあ、財産分与、あるいは債務の分担どう云々という、まあ、いくつか片付けなければならない問題がございますので、まあ、こういった、解散後の職員の方々の雇用問題につきましても、まあ、各基金それから母体企業の、まあ、それぞれのご議論の中で、ご相談いただいて対応いただきたいというふうに考えてございます。高島君。やっぱりちょっと冷たいなという感じがしますけど、まあ、全面的にとは言わないんですが、ある程度やはり何度も言うようですが、国が決めて、まあ、それに準じて、まあ、やりなさいと、まあ、そういう方針決めたわけなので、例えば、今後の企業年金のあり方、まあ、そこに関わっていけるように、まあ、経験もあるということも含めまして、まあ、十分な説明と、今後の対応、まあ、配慮ある対応を、お願いしたいと思います。で、まあ、もともとやはり日本の年金制度、ペンションガバナンスも含めてですね、人口の再ピラミッド化、まあ、本当に根本的な構築の部分が、やはりしっかりと
まあ、できていない、まあ、軽視したというか、まあ、それによってやはりこの現状を招いているということは否定できないことだと思います。まあ、そういう中で、こういう時代を迎えてさらに超少子高齢化の中で、まあ、これからどうしていくのかということになるわけですが、まあ、ちょっと話題を変えますが、昨年の6月に、まあ、今日も民主党さんと自民党さんで、3党合意の話、社会保障と税の一体改革、まあ、それに伴う消費税増税という話がありました。で、まあ、我が党は増税の前にやるべきことがあると一貫して言っております。まあ、徹底した行財政改革、まあ、医療分野においてもですね、病院経営のあり方、そして世界一高い薬の値段、医療危機が非常に多いと、まあ、そういうまだまだやるべきことたくさんあるという認識の中で、まあ、国民の皆さんですね、もちろんここにいらっしゃる方はその増税された分が今のシステムをまあ維持するためのことだということは十分理解しております。ただ一般の国民の方はですね、例えば私のふるさとであります、何度も言うようですが、医師不足、看護師不足、救急車のたらい回し、そういった現状の中で消費増税されればそういったことが解決できるんだというふうに思ってらっしゃる方たくさんいるんですね。で、まあ、この委員会でもさ、まあ、たくさん議論されました。アベノミクスで物価上昇によって年金も目減りすると、まあ、そういう可能性も否定できないと、まあ、そういう中でですね、この時期に、で来年、まあ、この秋の景気動向を見ながら来年の4月消費税増税、私の目にはその辺に一直線というふうに見えますが、この時期に、先日も報道がありました。先ほど山井議員からも質問があってちょっと答弁を聞けなかったんですが、介護保険の中から要支援者を切り離すという報道がありました。まあ、今議論されているということが大々的に新聞に出まして、私のところにもたくさん問い合わせが来ました。まあ、今どういう現状になっていて本当にその見直しを考えているのか、その辺お聞きしたいと思います。原研究局長。お答えを申し上げます。社会保障と税の一体改革では介護保険料の増加を抑制するために給付の重点化効率化が求められております。軽度者に対する介護給付の見直しにつきましても検討事項の一つであると考えております。具体的に社会保障制度改革国民会議や社会保障審議会でのご議論をちょっとご紹介いたしますと、単に軽度者、要支援者を介護保険の給付から除外をするということだけではなくて、介護保険制度に基づきまして市町村が行います地域支援事業、これによりまして地域の事情やご助も活用しながら効率的、効果的に高齢者の生活を支えていく、あるいは介護予防というものを進めていくと、こういうふうにしていってはどうかといったようなご意見が出されております。いずれにしましても、地域支援事業等による地域の受け皿の整備などの課題もございますので、幅広い議論が必要ではないかと考えております。厚生労働省といたしましては、今後社会保障制度国民会議や社会保障審議会、介護保険部会の議論も踏まえながら検討してまいりたいと考えております。大島君。まあ、議論されているということで、まあ、私は絶対反対ですね。で、やはり切り離すということは各自治体に投げるということになります。でもそもそも介護保険自体がその理念先行なんですね。今も大変きれいなお言葉で、もちろんその通りいけばいいんですが、やはりその介護保険自体自治体によって随分取り組みは様々だと思います。特に要支援の場合は、まあ、介護予防ということで、その介護予防は、ある未重度化を防ぐという大きな役割を担っています。まあ、そういったことも含めまして、これでもしその各自治体、今でもその自治体によって格差が広がっているわけですから、まあ、それを、まあ、要するに財政重視ですね、まあ、それによって、そういう切り離しのようなイメージ、先ほども言ったように増税されるのにどうして切り離されるんだと、やはり国民の皆さんには十分な説明も必要ですし、で私自身はやはりそれにはちょっと待ったという認識を持っています。ですから、まあ、そういった中でですね、まあ、先ほどから社会保障と税の一体改革、私自身は、まあ、医者として在宅医療をやってましたが、まあ、今日の議論を聞いてですね、
仲良くやってくれとは言いません。私たちは三党合意の中に入っていませんし、そもそも増税には反対です。で、お互いをこうやり合うのではなくてですね、大臣の答弁でもありました、一緒にやっていこうと、やはりいいものを見出していただいて、ね、その中でやっていかないと、もしそれができないんだったら増税はやめてほしいと。で、その中でやるべきことはまだまだあるはずです。で、そういう認識の中でですね、国民の皆さんにしっかりと説明を果たしていただきたい。で、その中で、社会保障の問題、医療や福祉、介護、すべてにおいてやはり今一方ではその再生医療も含めて成長戦略としてなっているわけですね。ですが一方ではその地域の医療や介護というのはやはり生産性がありません。ですから、影の部分で言ってしまうとちょっと語弊があるかもしれませんが、そこにどうやって光を当てていくかということがむしろ厚生行政には非常に大事な部分かなと。 80% の方がうまくいっていたとしても残りの2割がですね、経済だったらそれでいいかもしれません。8割いけばいいだろうと。でも厚生行政は残りの2割の人に光を当てられなかったら何の意味もないと、そのようにも考えております。私自身はですね、その同じような質問してもしょうがないんですが、その年金も含めた社会保障の問題ですね、その教育制度で、私たち、国民年金からいけばやっぱり徴収率今半分ぐらいですか、 56% ぐらい。要するにその自助控除の中で、とも共助となれば健康保険はそうなりますけれど、そういう中でやはり社会保障が成り立っている認識がですね、非常に薄れているんだろうなと。で、私在宅医療をやっていて、少子高齢化の一番の問題はですね、もちろん担い手が少なくなるという、介護者も少ない、看護師も少ないという面はあるんですが、一番の問題はですね、今田舎、私のふるさとでも3世代で住んでいるうちはほとんどなくなりました。要するに おじいさんおばあさんと一緒に住んでいないんですね。で、私はおばあさん子です、おばあちゃん子でしたから、こうやって医者になって高齢者医療に関わるのは非常にスムーズでした。ただ一緒に住んでいるおじいさんおばあさんは必ず先に亡くなりますから、で、子供ながらに悲しい思いをすると。その感覚がないお子さんがこれから高齢化に向かって増えていくと。実はそれが一番問題なんじゃないかと。で、介護職についてもですね、そういう思いをしていない子供たちが将来本当にそこにやりがいを持って仕事できるんだろうかと。そういったことがですね、非常に少子高齢化の単純に数だけではなくて、そういう感覚の問題、そう考えていきますと、早くビジョンを示してというのはですね、今の中学生、高校生たちに今の社会保障の成り立ちや年金制度、非常に難しいですよね。で、これを理解して、自分が働いた職業によって随分システムが違うと、そういったものではなくて、しっかりとこう年金の問題、健康保険の問題、社会保障全体がしっかりと働くことで、うまく循環してるんだと、そういう認識を持たせないと、これから非常に、危うい、構築制度そのものではなくてですね、感覚的な問題も含めて非常に危惧されるなと。で、現在のその年金教育というか社会保障教育、そういった問題について今の取り組みを教えていただきたいと思います。高倉年金管理審議官。お答え申し上げます。ただいま委員ご指摘のとおり、こういった年金制度の考え方、あるいは社会保障全体につきまして、小さな頃からその骨格、根幹の考え方をご理解いただくということが本当にこう支え合っていく上で不可欠、重要なことであると考えておりまして、これまで特に若い方々の理解や信頼を得るための取り組みも進めてきております。具体的に今行っております取り組みとしましては、まず教育委員会、あるいは中学校、高等学校などにお願いをしまして、年金制度に関するポスターやリーフレットの配布をしていただいております。また毎年11月を私どもまだあまり知られていないかもしれないんですが、年金月間と位置づけておりまして、全国日本年金機構の全国でさまざまな地域に応じた取り組みいろいろやっておりますが、その年金月間における取り組みの一環で、これは全国一本でやっているエッセイの募集という事業で、中高生
生を含めた私と年金をテーマにしたエッセイの募集、これは幸いなことに昨年中高生の参加いただいて入選作品もございましたが、そういった形で少しでも普及啓発をやってということでやっております。また具体的な制度の理解、これも大事でございますので、学生期間中のその国民年金保険料納付を猶予する制度のリフレットや申請書など、これはもう対象年齢に差し掛かる直前ぐらいの専門学校ですとか、あるいはもう対象年齢に入ってくる大学の方々が対象でございますが、そういったところの学校への備え付けの依頼ということをしております。また考え方をという意味では、ただリフレット見てもなかなかわからないということがございますので、実際の説明会を開催をさせていただこうということで、これは大学、高等学校等に働きかけをして、そういう機会をもいただいて、適切な人間を派遣して説明会をする、こういったような取り組みを実施しているところでございます。また現在そういった私ども のサイドだけからの働きかけでもなかなか限界もございます。やはり実際に学校教育等に携わる教育現場における教材も準備していって、で先生方にもご理解いただいて自信を持って教育いただけるようにという、そういった問題意識で、現在学識経験者関係団体有識者で構成する社会保障の教育推進に関する検討会、こういったものも進めておりまして、教材のあり方などの議論も行わせていただいております。こういった成果を含めて、さまざまな形で年金制度、社会保障制度への理解信頼が深まるよう引き続き努めてまいりたいと考えております。中島君。次の世代に担う子どもたちにしっかりと今の成り立ちというかですね、それができないとやはり将来大変厳しいかなと、そういうふうに思います。ぜひ積極的に取り組んでいただきたいと思います。もう時間になってしまいました。先ほども言いましたように、三党合意のもとで、今社会保障と税の一体改革、大臣からも答弁ありました。政権が変わってもやはり社会保障の問題は普遍性だと思います。で、何度も言うようですが、お互い痛いところを突き合うと、そういうことではなくてですね、しっかりとどんな政権になっても普遍性でしっかりとこれからの未来につながっていくように、それができないんだったら増税はぜひ、待ったをかけたい、待ったしていただきたいと、そのことをお願いいたしまして、質問を終わります。ありがとうございました。